はいどうも、全力絶叫 YouTuber ビーモリです。本日この実質首位攻防戦、オリックスバファローズ VS 埼玉西武ライオンズ、オリックスが1ゲーム差で、この首位を追いかけているという状況、本日オリックスバファローズ西武に5対0で勝利しました。よいしょこれどうなるかと思いました。2回ですね。今日先発のムクドキ投手、なんかどっか痛めて途中で降板しました。前の登板時にね、試合前に足痛めて登板回避でね、その日負けて、でもそもそも開幕前にも怪我して、でここでもね痛めて、ムクドキ投手怪我多くないか、大丈夫ですか。はい、このムクドキ投手のこの怪我でこれ2回で先発が降りるっても正直ありえないですよね。はい、ってとこで中継ぎも肩が出来上がってないし、どうってところで今日上がってきたのが宇田川投手。宇田川投手がまずこれ2回肩が出来てない状況でしっかりセーブをゼロに抑えて、そしてこれそっから2イニングしっかりとゼロで、素晴らしいストレート。宇田川投手は結果的に今日プロ初勝利だったんですよね。おめでとうございます。いや本当に宇田川投手今シーズンね終盤から上がってきてきて、非常にこれ効果的な、いい活躍をしてくれてる、ストレートも速いしね。いやこれ宇田川投手これも楽しみなピッチャーですよ。そしてオリックスの打線の方はね、平井投手から3回まで打てないと。しかし4回これ初ヒットを打ったのが中川圭太選手。これなんと先制のソロホームラン、無敵デビューです。無敵デビューですこれ。しかしそっからもねオリックスヒット打てないんですよね。結局これ6回まで、中川圭太選手のホームラン1本のヒットで、はい、オリックス今日全然打てませんでした。はい、しかしこれ、ね、オリックスの中継ぎ陣もしっかり踏ん張るんですよね。宇田川投手が降りてから圭鈴木投手、へいけほんま、圭鈴木投手はこれランナー出して、はい、吉田亮投手がその後引き消しで抑えましたと。小木田投手もゼロに抑えて、これ中継ぎの踏ん張りが非常に良かった。阿部投手もゼロ、はい、そして中継ぎのこの踏ん張りついにオリックスが応えると、宗選手がヒットを放って、これまで2安打目で2点です。はい、2安打目で2点。そして8回にはこれ伏見トライ選手がこれ、ホームランで3対0、これヒット3本目で3点。なんと効率のいい、なぜそれ機能できない。昨日のあの得点拒否1本でもヒットを追加してれば機能勝っとんのよ。強襲いなんよ、昨日打てそれを。まあ何はともあれ、伏見トライ。そして中川圭太選手にも今日2本目のホームランが出て、これ待って、4安打で4点。そして9回。まあね、これは非常に点差がついた場面でしたが、僕今日この一打が正直一番嬉しかったです。はい。宗選手が三塁打出てから、今日、サンタコの、ヘイ T ホンマ !T 岡田選手が、ヘイ T! ヘイ T ホンマ！まあ、詰まりながらも、レフトにタイムリーしました！復帰後初出て、ヘイチホンマ！大悟！はい。なんやかんやで、5対0で、オリックス勝利しました。そして、今日これでオリックスが西武にゲーム差が並びましたと。はい。そして、ホークスも今日、楽天に負けたことによって、再び3チームが、ゲーム差が並びました。これマジで、わからんぞ、これ。これ本当に、これマジでパ・リーグ、これどうなる？で、楽天も今日勝ったことによって、楽天もこの3チームの下の 2.5 ゲーム差につけてると。これもう、三つどもえ、あるいは四つどもえ。これちょっとパ・リーグが混沌と本当にしてきましたね。はい。なんならビッグボスもなんか最近強いし、まあ今日負けてるけど、はい。ちょっとこのパ・リーグ、正直どうなるか読めません。まあすべては、あさってからのホークス戦、2連戦、京セラドームで、土曜日ホークスと戦ったから、日曜日ビーモレルが、個人、大チャンネル抜きで現地に行って、初勝利を目指す。はい。ロッテ戦の大ちゃんと一緒にいてたら、あれ勝ちじゃないから。二大ちゃんだから。はい。単独勝利を目指して、はいね。日曜日、決めに行くんですけども。さあ、このパリーグ、もう混戦です。わかりません。はい。最後に笑うのは、折り出しであることを信じたい。まさか、まさか、フレデブレ今日のここでします、4の1。今日の畳は4の1。今日のシュンチェルは、途中出場で、ショートゴロ。シュンチェル